北海道阿弥陀町。ここは北海道の玄関口である新千歳空港から20分ほどの距離に位置し、広大な自然に囲まれた穏やかな町です。この地に10年前に移住し、現在は有機農業を営む中村康さん。中村さんは原八ファームと名付けたこの農場で、完全無農薬の野菜栽培や加工品の製造を行っています。有機農業との出会いはどのようにして始まったのでしょうか？札幌に住んでいたんですけど、サラリーマン時代、妻が病気がありまして、で、結婚する前から、それで、でその後子供生まれたんですけど、その時にも乳腺炎って、おっぱいが詰まる病気とか、病気ですかね、とかになったりとかした時に、助産師さんに食べ物を見直しなさいみたいなことを言ってくれる助産師さんがいて、ね、でその時に自分でも野菜作ってみたいと思って、家庭菜園を借りて、市民農園か、それで作ってみたら楽しい、ものすごく楽しかったし、で食べてみたらすごく美味しくて、今まで食べた野菜は何だったんだろうっていうぐらい、もう自分の中では衝撃が走って、でそこからあれですね、農家っていうのがちょっと意識してきたっていうか、体を作る食の大切さを感じた中村さん。農家として活動する人の話を聞く中で、次第に自然への向き合い方に感銘を受け、気がつくと農家という選択肢が芽生えていたそうです。現在中村さんが主に手掛ける塩などが入らない 100% オーガニックのトマトジュース、甘みと酸味のバランスが絶妙なシンディースイートという中玉のトマトに惚れ込み、生産を開始しました。シンディースイートっていうミディアムのトマトは、酸味と甘みがバランスの取れたトマトなんですけど、プラスミニトマトを入れることで糖度が上がって、飲みやすいというかね。また自ら敷地内に加工場を設けることで、種まきから瓶詰めまで一貫した品質管理を行い、安心してお届けできる商品を作っています。もともとトマト嫌いだったんですけど、夫婦ともにで、有機のトマトを食べた時にめちゃくちゃ美味しくて、でトマトってうまいんだっていうことを思って、そこからトマトに興味を持って、トマトを作ってみようと思ったとこからが始まりでですね。はい。田畑の土も人間の腸内と一緒で、いい微生物を増やしていくことが大切だと考え、常に目に見えない微生物のことを意識して野菜作りをしている中村さん。微生物がやはり土を作っているので、微生物を生かす栽培方法というか、微生物のある意味お手伝いが自分たちなんだぐらいな感じですかね。自然との共生を大切にし、
環境に負担のかからない持続可能な農業を営まれているようです。ところでこちらの農場に名付けられた原八ファームという名前には一体どんな意味が込められているのでしょうか。原八文明から来てるんですけど、まあ、精神的な部分も原八文明 で理解して目いっぱい働いてやるよりも原八文明、まあ、八文明で良しとして余力を残して、やっていく気持ち上はそうすることでこう何でも長続きするというか、まあ、特に有機農業でやってるといろんなこう病害虫だとかいろんなのもありますあるんで10割全て収穫しようと思ってたらもう何でしょう気が参ってしまうんで完璧を求めちゃったらなんで8割で満足する心を持つっていうのも大事だなという思ってって感じですね、はい、ふるさとの扉を叩くと日々に向き合い豊かな暮らしを体現している人に出会うことができます。生き方のヒントはふるさとの暮らしの中に隠されているのかもしれません。Your shoulders, soft gin in our ears. There's a whole wide world about to unfurl. Not so far from here, so let's get lost together. Let's go chase that postcard, wish you were here with her. Let's get lost together.